フリードリヒ五世本ニュルンベルクは、ホーエンツオレルン家出身のニュルンベルク城白。ニュルンベルク城白ヨハン二世とエリーザベトフォン、ヘンネベルクの子。1357年の父の死により、白白の地位と、それに伴い、戦略上重要な皇帝の城である、ニュルンベルク城の保護責任を負い、1361年まで、おじのアルブレヒトと共にその職務を遂行した。 フリードリヒ五世は、その類稀な経営手腕が高く評価されている。彼は、自らの所領の境界を超えて、帝国業務を遂行することに、少しの疑問も持っていなかった。彼は、ホーエンツォレルン家の中誠心を改め、神聖ローマ皇帝カール四世側に着いた。皇帝に対する務めとして、フランケンの乱と平和同盟の先頭に立ち、帝国指揮官の官庁を引き受けた。 その後、アルザスやさらに後には、オーバーシュバーベンの代官としても活動している。彼の皇帝に対する働きにより、カール4世は1363年に、白白としては初めて、諸侯の身分の特権を彼に与えた。金印直書の形で、法ンツォレルン家が帝国貴族の一員であることを保証し、先帝公など昔からの帝国諸侯と同様の、 特権を享受することを許した。これらの特権には、不遺憾の特権が含まれる。フリードリヒ5世は、1397年に引退し、1398年に亡くなった。死後、所領は1385年の協約に従って、分割された。息子たちのうち、兄のヨハン3世は、産地地方を治め、弟のフリードリヒ6世は、 アンスバッハ周辺地域を治めた。校舎は後にホーエンツォレルン家で初めてブランデンブルク選定校に就任する。1350年にマイ埋戦編教博フリードリヒ2世の娘エリーザベトと結婚した。二人の子供は以下の通り。この文献はドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際して直接参照してはおりません。 ありがとうございます。